今度京都旅行行くんだけど、関西人としておすすめの場所とかグルメ教えてほしい。京都、京都やったらでもまず清水寺の前にあるなんか道沿い何でもうまいもあるから、その辺全部食うたらええで。伏見稲荷でおみくじとか引きたい。食べ歩きのさ、コロッケとかめっちゃ美味しくない？大チュキなんだけど。なんかそういうとこってさ、だいたいなんかお肉屋さんのコロッケみたいな店ない？食べ歩きいいよな。食べ歩き行きたい。食べ歩き好き。あの、なんか商店街とかも好き。あ、待って。僕、スズメ食べたわ。いやごめん、鳥好きな人がいたらごめん、俺スズメ丸ごと食ったわ。あれっしょ、丸ごと焼かれてるやつっしょ。あんねー、ガチのスズメがね、一匹丸々焼かれてるんだよね。もうなんか骨ごといくみたいな。スズメはどこで食べれるんですか？京都のね、伏見稲荷のね、伏見稲荷に入る前の段階のお店でね、焼かれてる、横たわってる網の上で。まあでも一回でいいかな。うん、いっぱいバリバリ言った記憶はあるな。焼き鳥の好きな部位、心。あー、肉って感じしやんかった、マジでね。でも皮って感じもせんかった。あれは骨。のあちゃんがカレー飯とラーメンの話してたから、そばはカップヌードルのカレーにしました。いただきます。カップヌードルのカレーいいな。僕もカップヌードル好き。ラーメン買うってなったら基本カップヌードル買うぐらいカップヌードル好き。はい、僕は今カップヌードルって何回言った？ヌードルか。正解は僕にもわかりません。シーフードも美味しいよね。